遊楽町で会いましょう。有楽町で会いましょう。有楽町で会いましょうは、ごうの宣伝戦略の一環として、1957年7月に発表された、フランク長い歌唱の楽曲である。同年5月に開店した、有楽町ごう、読売会館。現在は、ビッグカメラ有楽町店が入居の、コマーシャルソング、キャンペーンソングとしても使用された楽曲でもある。 同名のテレビの歌番組、同年3月、連載小説、11月、映画、1958年1月公開も制作された。本校では、楽曲の解説のほか、関連して、有楽町祖号の開店時のキャンペーンの概要も記述し、同点の歴史も簡単に記述する。この楽曲の作成の経緯は、祖号、本社、大阪府大阪市南区。 南区は、現在の中央区の東京への進出の際に、出店地候補の一つとして、有楽町を検討していたことから始まる。1950年代前半当時の有楽町は、闇市の面影もあり、現在ほど活気がなかったものの、人通りは徐々に増え続けていたこともあり、有楽町も、出店候補先に挙げられていた。祖母社内での検討の結果、 有楽町駅付近への出店が正式に決定したものの有楽町のさらなる活性化を目的に1957年5月予定の有楽町総合開店2000年9月24日閉店に際し当時総合の宣伝部長であった豊原秀則以下宣伝部により有楽町高級化キャンペーンを企画した豊原は企画段階でアメリカ合衆国の映画 ラスベガスで会いましょうからタイトル拝借して、有楽町で会いましょうとのキャッチフレーズを提案し、それを採用することになった。また並行して各種マスメディアとの提携、タイアップも行って祖号は、有楽町高級化キャンペーンを展開することを行った。豊原は日本テレビにこの話を持ち込み、議論の結果、祖号提供による新番組作成が決定し、 同社一社提供による歌番組有楽町で会いましょうが1957年4月に放送開始された。これらのキャンペーンが功を奏し、有楽町で会いましょうとの言葉は当時の流行語となり、祖母の開店前に有楽町界隈は一躍有名となった。そこで平凡出版現マガジンハウスは同名のタイトルで小説を芸能雑誌。 週刊平凡に連載を開始した作宮崎博史。当時オリンピック需要で高速道路の建設などの出稼ぎ労働者と妻の憩いの合言葉となり、労働意欲の向上としても生産性を上げた。豊原とその部下の団結によって企画したこれらのキャンペーンが大当たりし、有楽町祖母は開店前から評判と人気が高くなった中で、同年5月25日午前10時に、 有楽町祖号は開店。初日の天候は雨であるにもかかわらず30万人以上の来店客で賑わっていた。その直後にこの楽曲、有楽町で会いましょうを、佐伯貴を作詞、吉田正作曲で同年11月に作成。この楽曲は、フランク長江が歌唱した。楽曲については講述する。その後、大英、現在会社解散が、 やはり同名のタイトルで映画化を行い、翌1958年1月15日に、封切りされた。後に夫婦となる、川口博士と、野添瞳のほか、慶町子、菅原健次らの当時の大英オールスターが、映画に名を連ねた、監督、島孝二。またフランク長井自身も主題歌でもある、有楽町で会いましょうを歌唱する場面で出演している。 有楽町総合は1957年5月25日の開店以来40年以上にわたり、多くの来店客に親しまれ、デートコースに同店を組み込む来店客も存在していたほどの人気もあったが、1990年代以降は、東京都庁舎の新宿区への移転を契機に、来店客が減少し始め、有楽町界隈の街の変化、平成不況、さらに2000年7月に、 蘇合の民事再生法適用も重なり、同月に閉店が決定した。有楽町蘇合の最後の営業日となった9月24日には、この、有楽町で会いましょうを店内で流して閉店セールを行った。有楽町蘇合後の読売会館は、2001年よりビッグカメラがテナントとして入居しており、新装開店当時に、有楽町ビッグで会いましょうのキャッチフレーズも使用していた。 レコードは発売から半年で約50万枚を売り上げた。1958年上半期のビクターの歌謡曲、流行歌、レコード売り上げで1位を記録した。前日の通り、祖母のキャンペーンソングとして作成されたものの、キャンペーン終了後の1973年の第24回、NHK 紅白歌合戦で歌唱されたり、その後も夏メロ番組で放送されたりと、 半世紀以上にわたって親しまれる歌謡曲となり、現在でも非常に人気の高い楽曲となっている。1957年にモノラル前奏はギターで録音し、1962年にステレオ前奏はトランペットで再録音された。フランク長いの各種 CD にもほぼ定番で収録されている。 そのほとんどの場合は1962年録音のステレオ版である。また、カラオケや市販の歌謡曲の書籍物にも音源や歌詞が収録されていることが多い。2008年、有楽町で会いましょう、リリース50周年を記念し、フランク長井自身の歌唱したもの、およびカバーで他の歌手が歌唱した、有楽町で会いましょうを収録した記念コンピレーションアルバムも発売され、 また、有楽町マリオン前にはこの楽曲の石碑も設置された。計画当時は、三浦光一が歌唱する予定であったが、作曲者である吉田正の強い勧めによって、フランク長井の歌唱となった。映画、有楽町で会いましょうは、レコ、都会社、出版社、映画会社のタイアップの形で、大英によって制作された。 恋人役の川口博士と野添瞳は実際も恋人でのちに結婚した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。